はい、中年オタッキーです。今日ね、今お昼12時27分なんですけど、今日の仕事も終わったんで、明日が祝日なんですけど、明日出発でね、関東に向かうということ、四国から関東に向かうという仕事なんですけどね、でちょっとね、時間的に余裕があるんで動画を作ろうと思いまして、でお題はね、ちょっとフィルムの値段が高騰しているのと、その生産中止とかね、そういうお話になってまいります。それでは動画スタートしていきます。はい、私ね、その私のチャンネルは基本的にそのフィルムカメラを、まあ、たまにはデジタルもやりますけど、フィルムカメラメインでいってるんですね。でフィルム写真の楽しさや素晴らしさ、とかをね、どんどん前面に押し出して、一番の狙いはそのこの動画を見ることによってフィルムカメラ、フィルム写真をやってみよう、始めてみようっていうね、人をバックアップするとか、その作るとか、そういうことになってくるんですけど、フィルムなんでね、フィルムがないと写真撮れないんですよね。それは当たり前の話なんですけど。で、ここのところね、まあ、去年の6月に富士フィルムさんが、値上げ3割、全商品を3割ぐらいした、値上げしたことをきっかけにね、どんどんね、悪い方向に、向かっていってます。まずね、もう、知ってる方は結構いらっしゃると思うんですけども、富士フィルムのね、記録用100っていうフィルムがあるんですね。これね、もう15年、20年前は100均にも売られてたようなフィルムなんですよね。100円で売ってたようなフィルムなんですけど、それがね、もう、とうとう生産が打ち切りになるということで、今現状でいくらぐらいでなんでしょうね。1本600円ぐらいなんですかね、36枚撮りが。最近買ってないんでわからないんですけど、でそれがもうね、生産打ち切りになるということで、で残ってるのはね、富士カラー100とか、プレ何だっけ、400H とかなんかいろいろあるんですけど、まあ100、富士カラー100の36枚撮りがね、今、北村さんでね、フィルム1本1000円ぐらいしてるのかな。非常に高価になってるんですね。で記録用100がなくなってしまうと、富士のカラーネガを買おうと思ったら、その1000円ぐらいするやつにを買わなきゃ仕方がないっていう話になってくるんですけど、んで逃げ道は他のメーカーなんですけども、他のメーカー、例えば僕はね、最近メインに使っているカラーフィルム、このコダックのね、カラープラス、コダックゴールド200ですね、コダックゴールド200なんですけど、これがね、ちょっと前まで、ヤフオクとかアマゾンとかでね、だいたい10本セットで4400円とかね、4200円とかね、その前の年はもう4000円ぐらいで売ってたんですけど、それがここのところね、ものすごい勢いで値上がりしてます。今ね、6000円前後になってますね。アマゾンで5880円とか、ヤフオクでも6600円即決とかね、そういう効果になってきてるんですね。でこれ、えらい勢いで値段上がってるなと思って、B&H フォトですか、アメリカのニューヨークにお店がある B&H フォト、私個人輸入というか、スマホのねアプリでそのアメリカ側から取りフィルムある程度取り寄せてるんですけども、そちらで見たらね、一応ね、表記はされてるんです。価格も出てるし、そこまで高くないんですけど、カラープラスもそうですけど、コダックゴールドにしても、このコダックのカラープラス200にしてもバックオーダーになってるんですよ。はい、このもうこれ数日もう何回も見てるんですけども、バックオーダーになっちゃってるんですね。これ作ってないんですかね。そんなわけでね、その安いフィルムがね、次々と入手困難になってきてるんですね。で、あ、すいません、現状ね、そのコダック富士が頼みだったっていうね、あとまあロモとかもありますし、イルフォトとかもありますけど、日本でね、その気軽に入手できるのはやっぱりね、コダックと富士になってたんですけどもね、現状でね、入手困難になりつつあるということで、これどうしたもんなんでしょうね。まあ、
気軽に撮ろうと思ったらやっぱね、そのフィルム、安価なフィルムが欲しいとこなんですけど、まあ、これ10本パックとはいえね、4000円から4500円ぐらい、つまり1本400円から450円ぐらいで買えてたんで、まだね、気軽に撮れてたんですけど、ただ1本1000円のカラーネガは使いたくないですよね。で、もうね、リバーサルに至ってはね、これ、たまたま持ってますけどね、もう、安い時に買ったやつなんですけど、まだ使ってないんですけど、もうリバーサルに至ってはもう2000円前後になっていっちゃってるんで、気軽に使えるところじゃないんですね。現像も1000円ぐらいしますし、これもね、もう持ってるんですけど、もったいなくて使わなかったらもっともったいないでしょうけど、もったいなくて使えないような現状になってるんですね。で、私はね、モノクロの方、モノクロがメインですけど、モノクロはね、今のところケントメア、イギリスのね、ハーマングループのケントメアのフィルムをメインで使ってまして、まあコダックのね、トライ X400 も使ってることは使ってますけど、ケントメアの400も仕入れたんで、トライ X と比較して遜色がないようだったらケントメアに乗り換えていこうと思ってるんですけど、こちらはね、今のところ100フィート巻きでね、50ドルぐらいか、100ビート巻き50ドルぐらいで、B&H フォトで同じような値段で売ってるんで、値上げはしてないみたいなんですね。で、コダックがそのバックオーダーになってるっていうのがちょっとあれなんですけど、では値上げするっていう噂が流れてて、で、なんか、フィルムがなんか、ヨーロッパとか、アメリカとかでね、フィルムの売り上げが伸びてるっていうんで、その工場を拡幅するとか増幅するためにその資金が必要になるんで、とりあえず一旦値上げするっていう噂を聞いてたんですけど、どうもね、バックオーダーになってるのがね、生産が追いついてないっていうんだったら、まあそれはそれで喜ばしいことなんでしょうけどね。どうなんですかね、皆さん、どのような対応をしていけばいいかね、ちょっと、今のところね、その高いフィルムを買えばなんとか入手、できるんですけどね、やっぱバシバシ撮ってね、バシバシ写真を楽しみたいっていうんだったら、安いフィルムのね、存続、してほしいとこなんですけどね。で、ここでね、買い渋ったらもっと悪い方向に行ってしまうんで、その、なんとかね、その、悪い方向に流れるのを食い止めたいと考えています。僕の力なんかね、本当に知れてるんでしょうけど、僕をはじめね、最近ね、ちょっとやりとりがある、ギダッチさんとか、ヒロンさんとかね、もうそうですけど、フィルムカメラをメインでね、YouTube をやってる方とか、ブログをやってる方とかとね、もっとつながっていきたいと思ってます。で、私のね、その YouTube の、ね、視聴者様とか、Twitter をフォローして、くださってる方々にはね、私も含めて、そういうね、フィルムカメラメインでやってる人たちのね、情報をね、シェアしていただければ本当に助かります。このままではね、ちょっとフィルム写真ね、本当に窮地に追い込まれていってるんで、以前の動画では言いましたけど、フォマぐらいは残るだろうって、フォマぐらいは残るだろうって話しましたけどね、どこだったっけ忘れちゃった。東側のね、国ですけど、フォマ。チェコスロバキアだったっけそれだとモノクロだけになっちゃうんでね、カラー写真ができなくなっちゃうんで、カラーもね、やっぱね、フィルムでやりたいんでね、どちらかというと、その、記録を残すためにはカラーネガ、家族写真とかね、カラーネガで撮ってるんですよ、実際。結構な写真、数撮ってるんですけど。まあそんな感じでね、ちょっとでもね、そのフィルムのね、その売れ行きを伸ばすようなことをみんなで考えていきたいなと思ってます。はい、今日の動画はね、こんなところですけどね、何かね、いいアイデアが、なかなかいいアイデアもないんでしょうけどね。まあ、あれば、コメントなりなんなり、ツイッターでね、コメントいただいたりはもうお願いします。はい、それでは今日はね、ここまでで、ここからはね、皆様の写真、視聴者様の、写真の、時間になってまいります。
はい、ここからはね、作品紹介ということで、まずはね、大変失礼いたしました。フリーマンさん、前回の動画でね、紹介したのにね、写真を貼ると貼り付けるのを忘れていたというね、失態をやらかしてしまったんですけど、フリーマンさんの作品からいきます。ちょっと一から紹介しますね。タイトルがね、影を追いかけてということで、アルファ6000にね、東ドイツ製テッサー、大好きというね、コンビで撮ってきましたということで、どちらもね F5.6 で撮られているということですけども、この写真2枚なんですけどね、僕的にはね光を追いかけてっていう感じに、見えるんですよね。でテッサーのね、前回の動画でも説明しましたけど、東ドイツとね西ドイツにね分かれてた、ドイツが左右、東西分裂してた時代に、コンタクスじゃない、カールツアイスか、カールツアイス、はね東側でも西側でもね作ってたんですね、製品を。でもこれ取り味がね若干、東側のテッサーと西側のテッサーとか違うという、設計は基本的に同じなんでしょうけど、違うということでね、これ非常にね解像度が高い、シャープな写真になってますね。こういうレンズはね厳しい状況であればあるほど進化を発揮しますよね。色調もね、綺麗に撮られておりますね。この、光、微妙な光のね具合ね、実にねフリーマンさんね光の使い方がね上手な方だと思いますね。はい、フリーマンさんありがとうございます。次がドリームロッコモーティブさんね、いつもありがとうございます。カメラがねソニー α7、レンズがニコン AF ズームニコール、2885F3.5 から 4.5、マウントアダプター系でニコンの AF レンズを使用したということで、フォーカスはマニュアル、ということですね。これはね、蒸気機関車ねデゴイチの写真を3枚組ということで、タイトルがトモヨっていうね、鉄道ねファンには、ね、たまらないこの、デゴイチなんですけどもね、3枚組で特にね、3枚目、ね、下からね広角で狙った写真がね印象的になっておりますね。昭和15年っていうね製造が見えますけど、まあね蒸気機関車ってねほとんど戦前の製造らしいんですけどね、私も綾小路とかにね行ってね見たことがありますけども、あ梅小路だごめんこれフィルムじゃないですね。α7 のモノクロモードで撮られていることで、ニコンのこれキットレンズというか普及版のレンズでしょうけど、いい解像で撮れてますね。やっぱね、ニコンのレンズ、これズームなのにここまで解像するんですね。いい感じで撮れております。はい、ドリームロコモーティブ様、ありがとうございます。次はね、いつもありがとうございます。一都市Qさんの、作品でね、こたつの上のレーサーということで、カメラがね、オリンパス OM10、随行オート S50mmF1.4、コダックゴールド200で撮られております。これね、タミヤのね、12分の1のねプラモデルの写真だと思うんですけども、80年式かな、1980年式の YZR500 っていうモデルなんですけど、これカウリングがない理由はね実は僕知ってます。これカウリングつかないんですよね。加工しないとものすごく難しいですね。つけようと思ったらパカって割れちゃうんですよ。でね、ちょっとねちょっとピン甘い感じですね。ピンが甘いと思います。ボケはね綺麗なこのレンズ、もうちょっとねピントをねがっちりいかせたかったとこですね。はい、一等四球さんありがとうございます。次にねミッシェルさんの、作品、iPhone5、5年前に撮った iPhone5 で撮った写真ということで、タイトルはね、羽ばたけ時ということなんですけども、こう iPhone5 でここまで撮れるんですね。iPhone5 といえば確か、800万画素ぐらいだったのかな。で、当時はね、もうすでにね、スマホのカメラでも1500、600万画素いけてた時代だったらしいんですけど、Apple がね、その、無理して高画素にするよりも、画素数を抑えて、方が、その、写真が、綺麗な写真が撮れる、800万画素ぐらいで十分だっていうことで、実にね、狙い通りの、性能になってると思いますね。これ、綺麗な写真になってますね。これ、飛んでるの時ですか。すごいですね。まあ、時は、佐渡に行かなきゃ見れないの
かな、素晴らしいと思いますね。これトキこんだけの群れで飛ぶんですね、雪山をバックにね綺麗に撮られております。素晴らしいと思います。はい、ミッシェルさんありがとうございます。動画の間隔が短いんでね、視聴者様の、作品紹介、この辺になります。で今後なんですけどね、もういろんなカメラで写真撮っててもピヨピヨになってるんですけどね、カメラが結構増えてるんで、まだまだ使いたいカメラとかもあるんですけど、例えばねこの間ね骨董屋さんで1000円で買ってきたこのオートボイ2とかね、これね、ずっと欲しくてね、先輩が使ってたんで、ずっと欲しくて今頃になって買って早く使いたいなってうずうずしてたりするんですけど、今ね待機してるのがオリンパスペン D の作品と写真と現像待ちがね2本あるんですよね。カメラプレゼント用にね用意した、このカメラか、このカメラで試写したやつも現像待ちしてますし、もう1本ね、何で撮ったやつかな、もう忘れちゃったよ。ミノルタか、ミノルタの SRT、これか、SRT101 だった。この写真もねちょっと待機してるんですけども、多分ねこっちを先に現像していくと思いますね。なぜかって言ったら、もうチャンネル登録者が、あと4名現時点であと4名でね、2000人到達するということでね、これカメラプレゼントにする予定でおりますんで、でファインダーが汚いんですけど、もう分解して掃除しようかね、それともこのまま、出そうか、ものすごく悩んでます。なぜかって言ったら、もうね排水の陣なんですよ。壊したら終わりなんですよねで逆ネジとかもあってね、結構ね面倒な、カメラなんでね、そのまま送ろうかどうしようか、まあ、なんとか写真撮れるんでこのまま送っちゃおうかなって感じなんですけどね。はい、まあ2000名を超えるとね、カメラプレゼント、やりますんでね、こうご期待ということで、はい、今日の動画はこの辺になります。面白かったとか思う方はね、ぜひグッドボタンを押してくださいね。なんかグッドボタンもね、なんか成績のうちに入るらしいんで、でこの辺にねチャンネル登録ボタン出てきますんで、チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。でね、リンクとかも出てきますんでね、またお付き合いくださいませ。はい、今日の動画はこんな感じです。また次の動画まで、今週もう1本ぐらいは上げると思いますんで、はい、お待ちください。それではまた、ごきげんよう、さよなら。